三原っていろんなイルミネーションがあるのよね。すごい綺麗、一面ブルーですよ。ほんと幻想的。シャボン玉すごい綺麗だね。まずやってきたのは三原市芸術文化センターポポロのウィンターイルミネーション。このブルーの LED は瀬戸内の海をイメージしているんですよ。建物もイルミネーションの一つになっていて、おしゃれですよね。そうですね、ご覧いただいている通りドームになってまして、それを真っ赤に染めて、ビクトリー2連覇を、祝ってカープのマークとしてるんですね。三原もカープ愛いっぱいなのね。今年はポポロ開館10周年ということで、10の数字も映し出されているんですよ。建物の中でもイルミネーションを楽しめます。うわー素敵。そうですね、グランドピアノとハープですか。はい、こちらは、芸術文化センターですので、うん、音楽をテーマにしたオブジェをご用意しています。あとこの室内が暖かくてとてもいいです。珍しいんですよね、イルミネーション見ながら暖を取れるっていうのが。皆さんで楽しめる場所ですね。はい、そうですね、あったかイルミネーションいいね。ポポロのイルミネーションは1月14日まで行っています。今日はですね、もう一つイルミネーション楽しみますよ。続いてやってきたのは久井町吉田スポーツ広場の冬ホタル。およそ3万8000本のペットボトルを使った手作りイルミネーションです。なんかぬくもりを感じるね。いやーすごいですね、今年もすごく綺麗で。今年は V8、そして三原城作っております。城もしっかり立っておりますね。はい、これ地域の皆さんが協力して作ってるんですよね。私はね、毎年水車小屋、今年はあのお城と石垣を作らせていただきました。すごい。ちょっとインスタ映えでハートを作ってみたんですけど。いいと思いますよ皆さんの愛情感じますね。冬ホタルのイルミネーションぜひ行ってみてくださいね。さあ次回新年最初の三原部は市長の三原愛を直撃します。